アイソメトリック、コンセントリック、エキセントリック。筋活動というのはアームカールにおいて肘を曲げるときや伸ばすときに、コンセントリックがポジティブ、エキセントリックがネガティブ。ブルーワーカーってね、英語でマッスルストアです、ね。コンセントリック。等速性なのでスピードがいろいろ変えられて、こう、角速度っていうんですけど、トレーナーの協会のネスタとか NSCA は筋活動という表現を使っています。補助の話と組み合わせて覚えておいてください。